はい、シロックムンです。はい、今日は天外魔境2マンジマルですね。続きやりたいと思います。55段ですね。17万やったらもうちょっとであれ買えるな。あ、あれ売ってもいらんやつあった。ちょっと待って、これ66か、まんじまる、これ、あ、こっちの方が強えやん、伊達天のあれの方が。あ、じゃあ装備した方がいいな。で、これと渡すじゃなくて装備、こっちの方が強いやん、だいぶ、うん、で、ブーツ売ってまえばいいな。これいくらぐらいになるかな。お、結構いくやん。よし、19万いきましたよ。はい、これであの、あれ買えますよ、あの道具として強力な武器が、ね、巻物、よし、ここでね、売ってるんですよね。で、あの、機能に持たせれば使えるんでね。あ、まだ買えない。あー、もうちょっと足りないか。惜しいなー。じゃあ、敵何回か倒、何体か倒せば買えますね。ちょっと戦って。結構強力ですよね。あ、当たらんかった。まだもうちょっと足りないな。19万9000なんでね。こっちの、この辺の敵の方がいいかもしれないですね。この辺の敵の方が強いから、もっとお金稼げる可能性がありますけど、ね。当たらんかった。
あともう2000ぐらいか。1回ぐらい戦えば買えそうですね。ああ、こいつら弱そうやから、あんまりお金貸す気にならなそうな気がする。やっぱな、630やもんな。ああ、でももう買えるか。もう買えるね。はい、もう、もんなしみたいな、もう700しかお金ない。はい。で、防具。で、これを上にすればいい。はい。道具として使ったらかなり強力なんだよね。敵に200いくらとかダメージ与えますからね。だいぶ違うんで。あれですよね、もう魔界城というか、もう海の中の城に行けるんじゃないかなと思うんですけど、これで多分行けるんでしょうね。これ早速試してみましょう。これ強いんですよね。これボスとかにも使えると思うんで非常に助かりますよね。でこれ塩のところで使えばいいんですね、あれをね。強い。で、これで道具で塩もこれで使えばいいんでしょうね。お、入れた。海の底。音楽違う。1回しかでもできないのか。その代わり1グループじゃないんや。じゃあこういう敵いっぱい出てき、同じ敵がいっぱい出てきた時、ああやられた、出てきた時はあれですね、しまったな。で1グループのやつ使った方がいいってこと。
こいつめっちゃ強いな。うわ、81くらった。やばい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 。これ一回戻った方がいいな。絹がいきなりやられるとは思わなかったな。もういきなり、一本目でもこんなやられる？あ、これ魔界城やんか。魔界城、一応この人たちの話聞いとくか。お待ちしていたよ、万事丸くん。ようこそ魔界城へ。あやとりの乗り心地はどうかね。我がイヒカの科学力は大したものじゃろう。そうそう、君がなくしたハヤトリの図面は今はわしらが持っておるよ。いろいろ研究させてもらった。ハヤトリの推進機関を発展させたものを建造中の城につけるつもりじゃ。いずれお見せできると思うがね。もちろん君がこの城から生きて出られればの話だがね。健闘を祈るよ、万事丸くん。まだ行かない方がいいと思うんですけどね、ここは。まあ探索ぐらいしてもいいかもしれないけど、結構あれやな、あるな、結構広いな。ちょっとやめといた方がいいかもしれない。え、まだ広いわ結構。でガーニンっていうねボスがいるんですけどね、第一形態第二形態ありますから、まだちょっと無理だと思うんですよ。これ出られるんかい。これどうやって出んの。これ出方がわからんやん。うわ強い、めっちゃ強いやん。うわ、硬い、しかも。100いくらも食らうね。このエイが強いのか。うわ、死んだ。逃げた方がいいな、これ。強いな。こっちから避け倒した方がいいな。こいつがちょっと厄介やな。しかもめっちゃ硬いしな。
逃げた。どっちにしてもこれ絶対戻った方がいいよ、これ。あ、逃げた。でも脱出するね、なんていうの、魔法使えるキングは やられてるから。復活してくれたのはいいけど、魔法使えないもんな、キングは。これね、これ使いたいんですけどね。毒も使うのか。絶対脱出した方がいいな。これしょうがないね。これ使うか。もったいないけどしょうがない。脱出するためやから。使えないの？マジで？どうしたらいいの？じゃあ。脱出できないか。この海底は意味ないんですね。もう次にもさっき今の城にすぐに入った方がいいみたいですね。そういうことか。そういうことはこれもう全滅するしか戻る術ないんや。したね、これはむずいな。戻ってこれないんですね、一回入ったら。海上行ってみましょうか。海の底はあんまり見ないみたいですから、何もアイテムもないし。探索して、このダンジョン探索して、なんか一応宝箱ぐらい取っとくかなって感じですか。宝箱ないんか、ここ。ないんや。宝箱ないんやね。もうまっすぐあれか。本道でボスに行けるようにした方がいいな。おっと、攻略本が閉じてまうんですよ。もうどっか押さえとかないと。これか。あ、行き止まりやん、これ。水でが上がるようになってるんや。
いや、雑魚であんな全滅させられるぐらいやったらボス倒すの無理な気がするけどな。こっちの方がいいですね。危険知らないのに。もう100ダメージ与えるから。ダメージ受けてまうんや、あれで。あー、そういうことか。合わないやね。爆弾みたいなもんや。しまったな。思いっきり敵の罠に引っかかってるしな。復活したら待ち声がなくなってるからね。また戻った方がいいな、これ。使え、戻れないな、これ。リセットした方が早いな、これ。はい。再起動した方が早いな。これあれやな、海底城に入ったら、クイックセーブした方がいいですね。そうじゃないと、これめんどくさいな、一回一回、これ、こうやってやるのが。ここ顔に見えるね、これ。この部分ね。顔に見えちゃう。これクイックセーブしとくか、一応ね。またちょっとも、なんか万が一のことあったら、またね、リセット押すのもめんどくさいし。これは触っちゃいけないってことですね。ああ、そんな罠もあんの？ミサイルが飛んでくんの？今度こっちか。食らった、やばい。うわ、結構食らったな。やばいやばい。
もう避けられんな、おい。うわ、マジか。もうまたリセットやん、これ。ロード。めっちゃむずくない?ここ。雑魚でこんな手こずってたらボス倒せないやろ、これ。ダメージが大きすぎんねんな。80とか100とか食らったりするときあるから。まだまだあれなんのかな、レベル低いのかな、これ。装備品もあれなんか弱いのかね。最強、今のところね、この時点で最強の装備品ではないですからね。そう、最強の装備品でいかないとダメやったんかな。お金貯めて最強の装備品買わないかんってことなんかな。でもめっちゃ時間かかりそうやもんな。うお、強そう。もう効くやん、結構。そんな強くないな、思ったより。うわ、強い。攻撃力が強いわ。瀕死になった一発で。昭和の方がいいな。これ踏んだらあかんねんな、これをね、うん。これ買って正解でしたね、このアイテム。だいぶ違いますよ、これ。お、なにこれ。貴重なアイテムかもしんないな、これ。武具。極楽用、攻撃力60。どうやろうなぁ。あ、上がるやん、だいぶ。めっちゃ上がるやん、30も上がるやん。あー、呪いか。マジか。これでもどうなるんかな。極楽、どういう呪いにかかってんのかね。これ下に、あー、しまった。あー、なるほど。ギリギリなんや。こういうことや。こういかなあかんねんな。まあ、食らっちゃったな、一発。で、もうボスですよね、この上。一応セーブしときましょう。多分倒せないと思うんですけどね。無理だと思いますよ、まだ。ガーニンですね。じゃあやってみましょうか。しかも2回変身するからね。大方魚の餌にでもなったと思っていたのに。さすがしぶといな。うん。まあ、あれくらいでくたばられてはこのガーニン様の黄金の右手が寂しがって夜泣きを始めるわ。さあ、ドイツの腕から落としたい、ドイツの首から跳ねたいんだ、かわいい右手を教えてくれ。4800か。こいつなんか氷系に強いらしいんですよね。だから炎系とか使えばいいのかな、こういう起点とか。
ああ、まあまあ効きますね。だからこれが使えないんですよね。うん。氷系はね、強いらしいんで。これどうやろうな。あ、効かなかった。だから、これは効かないってことですね。青、海の剣は。危険知らぬいの方がいいのかな。ちょっと一回やってみましょうか。どれぐらい入る。やっぱ全然ダメなんや。あ、でも、極楽の呪いかかってるけど攻撃はできますね、普通にね。あ、じゃあ、今のところいいか。あ、親帰ってきたわ。あ、じゃあちょっと今日はこれで終わりですね、とりあえずね。これがどれくらい効くかよね。おー、効くやん、結構。頼りになりますね、危険知らぬ岩。親帰ってきたんで、じゃあ、とりあえずこれで終わります。はい。また次回続きやりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いいたします。